照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの10回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも。まずはジャイアンツの土がマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーが様引き出すことができるのか見ましょう。インサイド打ち上げました。ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っているジョーンズ。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんで、先発ピッチャー高橋、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。打席には3番バッター村上。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい、さあ今日も好調。ツーアウトランナーありません。この回の高橋3球でアウト。効率のいいピッチングです。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどう。打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。先制のピンチを迎えています。まあ先制はされたくないですからね。ここは目をつんでおきたいところですよね。なるほど、そうですね。まあ走行にも飛距離が出るバッターなんで、アウトコースもしっかり低めに集めたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。インサイド落ちました。これはどう。センターに抜ける、ホームに送球。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー三塁一塁。5番バッター福留。ジャイアンツ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ一打出れば先制という場面。痛烈、セカンドうまくさばいて一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。バッターは亀井。2試合当たりが出ていません。さあドラゴンズはエースが登板ということになります。打ちました。これはどうか。破りました。センター前。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウト。バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーは大野。ここまで6勝をマークしています。里崎さん、それにしても好調を維持してますよね。そうですよね。見逃し三振、盗塁成功。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには丸が入っています。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。浅村が掴んでツーアウト。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあそしてこのチャンスで打席には4番の岡本が入っています。低め決まってストライク。ストライクを先行させて手が出ません。三振。攻め切ることができませんでした。先制点。2回の表ドラゴンズの攻撃。バッターボックスは6番浅村。さてジャイアンツの先発は高橋。ここまで8試合に登板して4勝3敗という成績。前回の登板は9イニング投げて白星を挙げています。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。丸抑えてワンアウト。バッターは7番に入っている大野。高橋まずは先頭バッターを打ち取っています。最近4連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているジャイアンツですが、現在3位です。さあ初球は何か。インコース打ちました。いい当たり。これはセンターに抜けました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。打順は8番京田。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ勝負してくるのか。
打った。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ打席には先発の大野が入ります。さあ一打先制という場面を迎えています。初球は何で来るか。まずはボールから入りました。低め、絶妙のコースに決めてきます。落としてきましたが、これは外れます。低め、これは外れた。スリーボールになりました。内へ、これは決まった。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。打ちました。ショートうまくさばいてセカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先制のピンチだったんですが、最後はダブルプレーで切り抜け。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃。打席には5番バッターパーラ。昨日のゲームでは無安打に終わって2球目打ちました。浅村抑えてワンアウト。バッターボックス楊大寛。ここのところ当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。打ちました。ショートの横抜けた。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー。バッターボックスには引っ張った。高いバウンド、サードゴロ。サード取った。アウト、ツーアウト。さあそして打席には大城が入ります。勝負強いバッターにいきなりチャンスで回ってきましたね。さあ2アウトながら得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を3球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。福留が抑えて3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終わって0対0同点です。まず何を投げてくるか。打ちました。坂本アウト。ワンアウト。打順は2番ジョーンズ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。高橋まずは先頭バッターを打ち取っています。これはショートライナー。打席には3番バッター村上。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。低め見送っています。いいまっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。ワンボール。インコース詰まりました。坂本が抑えて3アウトチェンジです。先発の高橋が打席に入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。振っていきましたが三振。ワンアウトです。打順はトップに帰って亀井。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。そうですね。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには2番坂本。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいです。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。積極的に動いてきました。いやー、これはよく走りましたよね。見逃し三振。ランナー釘付け。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。さあそしてバッターボックスには丸が入っています。さあ2アウトにはなります。初球打ち。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、バッターは4番ビシエド。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。変化球タイミング合いません。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスは5番福留。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。次が2球目。引っ張った。セカンドが取る。2アウトになりました。打順は6番浅村。
先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。痛烈、これはどう、センターに抜ける、これで3試合連続安打、ツーアウトランナー1塁、うまく持っていきました。非常に打てる、打てる、アウトコース打ちました、取った、1塁送球、1塁アウト、3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは岡本、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが最後は見逃し三振に倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える4、打ちました、弾き返した打球はレフトへ、ここはフライになっています。レフトが取りました。バッターボックスパーラ、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返して出塁していきました。バッターボックスには6番楊大寛、先ほどの打席はセンター、打ちました、痛烈、破りました、センター前、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁、うまく持って、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうです、うちのボール打っていった、ホームに送球する、センター前ヒット、これで3連打、積極的にファースト、初球は何から入ってくるか、低めいいところに決まった、ここはあっという間に追い込んでいます。ストレート打った、取った、そのまま二塁に入ってアウト、ダブルプレイ、チェンジです。ここは決めたかったんですがダブルプレイで得点な。里崎さん、両投手ともにここまで0点に抑えています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、両投手ともに状態は良さそうですしね、本当に丁寧なピッチングでここまで来てますよね。そうですね、こういったピッチングが続いていくんでしょうか。引っ張った、これはファーストライナー、ピッチャーに打順が回って先発の大野がバッターボックスに入ります。まあピッチャーの打席なんできっちりアウトを取りたいですね。そうですね、インサイド落ちました、これはどうだ、センターに抜けました、ワンアウトランナー一塁となりました。ここはなかなかいいバッティングをされました。ピッ、初球ボール、いいまっすぐですね。はい、低めのストレート、ストライク、さあ4球目は何か、ここは落としてきました。次が5球目、インコース決めてきた、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インコース詰まりました、これはショートライナー、バッターは2番ジョーンズ、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席は打ち取りましたけど、打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。先発の高橋がバッターボックスです。まあ、ここはピッチャー相手でも雑になってはいけませんね。そうですね、低めのボール入りました、ノーボールツーストライク、外、これは外れていきます。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、この打球はフライになっています。ライトが取りました。打順は1番に返ります。バッター亀井、さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。ここは内と外の使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。打席には2番バッター坂本、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れ、打ちました、ショート取った、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに、ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、得点圏にランナーを置いてここはしのぎます、ピンチをしのぎます。ゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。村上がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。
さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使いますからね、出したくないですよね。そうですよね。低めに外れてボール。打ちました。打球はセンターへ。ここは外野へのフライ。センターが取りました。打席には4番バッタービシエド。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。まずはワンアウトを取っています。3球目は何で来るか。入れてきました。変化球タイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。中への変化球外れました。3ボール2ストライクフルカウントになっています。打ちました。坂本アウト、2アウト。バッターは5番福留。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。初球ボール。惜しいボールでしたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。次が4球目。ファウルになります。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。膝元変化球がわずかに。インサイド、センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。丸が抑えて3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。今日はストライク先行の投球です。球種の6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは丸。先ほどの打席は先制のチャンスだったんです。インサイド落ちました。これはどうか。大野アウト、ワンアウトです。打順は4番岡本。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコースへの変化球ストライクです。あっという間に2ストライクです。打ちました。強打、一塁送球します。2アウトになりました。打席には5番バッターパーラ。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ファウルです。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。6回終わって0対0。里崎さん、ここまではランナー出すもののピンチでも得点を許さないという粘りのピッチングが続いていますが、いかがですか。まあストレートもいいところに決まってますしね。まあ今日はお互い素晴らしいピッチングだと思いますね。そうですね、見応え抜群の投手戦となっ、いい当たり、これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。さあこの終盤にノーアウトでの先制のランナーを許しています。バッターは大野。まあここは1点狙い。初球打っていった、高いバウンドになった。ファースト取った、一塁へ、一塁アウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそして打席には強打が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏には先制のランナー。まあここでの失点は勝敗に関わってくると思います。いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れば先制。ホームに送球、センター前ヒット。これで2試合連続のマルチヒット。ジャイアンツとしては何としても抑えたい場面です。これで1塁3塁とされています。ここからどう、スクイズを警戒して外してきましたね。はい、1、2塁間、ライト前へ抜けていく。ボールは中継、サードランナーがホームに帰ってきました。ドラゴンズ均衡を破りました。1対0、ジャイアンツなおも二塁一塁のピンチ。ここは絶対に抑えておきたかった相手で、ここはゴロを出したいですよね。そうですね。変化球を見極めます。
ライトへ、これは大きな打球、外野ヒットになりそうだ、頭上を越えた、二塁送球はどうか、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズ追加点。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。この展開は厳しいですよね。終盤で大きな追加点を奪われました。この場面で初球から自信を持ってストライクを取ってきましたからね、さすがですね。ああそうですか。うちのボール打った、これは大きい、外野大きな打球ですが取ります。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、ジョーンズきっちりと犠牲フライを決めました。ジャイアン、ご覧いただきましょう。終盤この場面で犠牲フライ得点を、バッターの村上、今シーズン得点圏での打率は4割2分2厘となっています。低めの変化球見送りましたがストライクです。外のスライダー決まっています。ワンボールツーストライクです。外れましたけどいいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール、ストレート打った、お手元の内野ゴロ、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回ドラゴンズ6番バッター楊大寛、前の打席はツーシームをうまく打たれましたから今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。高め打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番北村。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで。2球目打ちました、ここはフライになっています。取ってワンアウトです。8番バッター大城、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロ、併殺打に終わりました。ワンアウトになっています。引っ張った、高い打球ライト線、しかしこれは追いつくか、ライトが取りました、ツーアウトです。バッターボックスには代打の中島。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。そうですね、リードはしてますけどここで点を取られると流れが変わってくるかもしれませんからね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。打ちました、大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームラン、1点差に詰め寄る一発となりました。ジャイアンツが、いやこれは失投でしたね。そうですね、ご覧いただいています、先ほどの見事なホームラン、非常に力強い打球でした。まあでもよく伸びましたよね。これで1点差に迫りました。ファウルになります、ツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアン、これから、さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。引っ張った、高いバウンド、サード取った、アウト、ワンアウト。打順は5番福留、今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね、ワンアウトランナーなし、福留ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁です。ここは初球を狙われた方、引っ張った、これはサードライナー、7番バッター大野、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、レフトライナー掴んでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。8回の裏追いかけるジャイアンツの攻撃、2番バッター坂本、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。アウトコース打ちました、この打球はフライになっています。村上が抑えています。ワンアウト、バッターボックスには3番丸、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。インコース決まった、これが3球目、打ちました、これはどうか、取った、
丸、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。まずはアウトコース、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み、ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。掴んでツーアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスには5番パーラ。先ほどの打席インサイド打った、ボテボテの当たり、内野安打になった。これでマルチヒット。これが、さあまず1球目、これも初球打ち、高いバウンド、ショート取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。ジャイアンツ2者残塁です。ため息に包まれたスタジアム。小宮山さん、ズバリ流れを引き寄せるピッチングとは一体どんなものなんでしょうか。これはね、本当にバッター牛耳るというのが一番手っ取り早いので、三振を取ることですかね。なるほどね。打ちました、痛烈、これはどう、センターへ抜ける。今日も3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。うまく持っていきました。非常に、バッターボックスには代打のアルモンテ。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打順はトップに帰って青木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいとこ、初球打ち、レフト線、三塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ここはうまく打たれてしまいました。これでランナー二塁三塁とされました。ちょっと慎重になりすぎましたかね。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。この回で追加点を取られると難しくなってきますので、この場面のピッチングが大事ですね。なるほど、そうですね。まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。キレがありますよね。そうですか。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。このピンチ空振り三振に切って取りました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振で2アウトとなっています。ちょっとカウント苦しくなっています。内へ、これは決まった。これで3ボール、厳しくなったか。次のバッターのことを考えれば歩かせる気はないと思うんですけどね。ふわふわっと上がった、掴んで3アウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対2、ドラゴンズが1点をリードしています。はい、ジャイアンツ最後の攻撃になります。そしてドラゴンズがマウンドに送るのは、さあマウンドに上がったのは平野。今シーズンは15試合に登板して12セーブを挙げています。大歓声を背にマウンドに上がってきました。1点リードでの最終回、抑えの投手としてはもうこれ以上ないというしびれる場面。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、ライト見送った、同点のソロホームランです。ジャイアンツ、これがチーム2本目のホームラン。追い込まれ、ここ一番の集中力が光ります。土壇場で試合は振り出し、最初は変化球できました。スライダー決まりました。ノーボールツーストライクです。変化球打った、セカンドの右、掴んだ、一塁アウト。バッターボックスには代打の小林。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そう、低め打った、サード取った、一塁へ、一塁アウト。打順は1番に帰ります。バッター亀井、今日は盗塁を2つ決めています。
2アウトランナーありません。初球ストライク、2球目は何で来るか。外のボール打っていった、高い打球になった。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。しかしこの回ジャイアンツ貴重な痺れる場面での投球。さあマウンドを任されたのはデラロサ。今シーズンは12試合に登板して10セーブを挙げています。抜群。痛烈、これはセンターに抜ける、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。初球は際どいところに来ました。ストライクです。154キロがいきなり出ました。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか、さあ勝負してくるのか。これはバット出ず三振。これが1球目。外のボール打った、これは大きいぞ。ここは打ち上げています。抑えてツーアウト。中継にボールが送られる。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスは7番大野。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですか。ツーアウトになっています。左に切れてファウル、センターへ。この当たりはどうか。ここはフライになっています。抑えてスリーアウト。10回の裏ジャイアンツの攻撃、2番バッター坂本、今日はまだ当たりがありません。ジャイアンツ同点でこの回を迎えています。体に近いところ、ジャストミート、抜けていった、落ちた、ヒットになる。左中間へのヒット、坂本今日の初、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。3番バッター丸、先ほどの打席は内野安打でした。初球打ち、ショートフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番岡本、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうです。外の球打った、高いバウンドになった、ショートが抑えた、一塁アウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスにはパーラが入っています。さあ2アウトながらサヨナラのランナーが2塁にいます。ランナーの足ならヒットになれば十分サヨナラはあるでしょうね。なるほど、そうですね。バッターボックスのパーラ、今シーズンの得点圏打率は3割2分1厘となっています。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラですが、ホームイン、決めた、パーラサヨナラのタイムリーヒット。なんという劇的な幕切れ、鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリー。